早々のフリーレンって費用対一般人アニメ漫画枠に入ったワンピースとかコナン君とか君の名はとかあの辺。まあわかるよ、朝から普通にニュースでちょっとしたコーナー設けてて、ああ一般枠かってなったし、勤労の後ってのがめちゃくちゃでかいと思う。うちの両親が流れでそのまま見てる。グロもないしね、日朝でも普通に流せる枠。アウラの自風は割とグロ寄りじゃねえかな。ヒヨタの家族が引いてたって話は見かけたし、比較に挙げるなら働く細胞とかその辺だと思うんだ。疑問に思われそうだから先に自分語りしておくと、ここで働く細胞を出したのはオタクのおの字もない妹が普通に見てたから。私フリーレン見てるよとか公共で言っても社会的に死なない枠なのはありがてえ。あの基本淡々としてる感じがいい意味でアニメっぽくないのかね。そこまでにはなってないでしょう。ただオタクっての見れないことは確かだから、その中間1くらい。まあ鬼滅と同じあたりにはいるんじゃない。普通の人が視聴して悩まないレベルには一般的な感性の話だし。おじさんが人気投票上位だったり美少女だらけじゃないのがいいんだと思う。まだそのおじさんは出てきてないけど、無駄な要素とかないのが良かった。四大少年誌のアニメだし、それが普通といえば普通なんじゃねえかな。ちょっとオタク寄りだが、まあ見てるつってもまだ一般側に泊まれるライン、かつての犬夜叉とかその辺のラインじゃない。最近のサンデーのアニメ化作だとコナンメジャーあたりの次になんかこう会社で見てること公言できそうな感じがする。週3が多分社運かけてるからな。早朝のアニメ枠でやってもいいレベルだよな。それは見にくいからやめてくれ。一般枠に入ったんじゃなくて、こじらせたオタクが興味を持たなかったから余計なしがらみが作られなかったんで、一般層も覗きやすかったってタイプ。オタクが興味を持つにはフリーレンを妊娠させるシーンが必要だった。てかオタクが興味を持った結果がアーラ祭りだよ。放送が金曜夜というのがまたいい。平日を乗り切った先にフリーレンがあると思えば平日も頑張れる。勤労でやってたのは実際大きいと思う。親がジブリみたいなもんかなみたいな雰囲気で見てた。なんつか小説で例えるとキャラ文芸、ライト文芸みたいな感じはある。ライトノベルと一般文芸の中間的な。しかし一般人はファンタジーのお約束的なの。ドワーフとかミミックとか勇者とかがわからんとも聞く。フリーレンのエルフって冒頭で説明されてる長寿以上の設定はないから支障ないんだ。勤労好きなのって洋画自体に親しみ深いタイプもいるからどうだろう。エルフもドワーフもロード・オブ・ザ・リングとか知ってるから疑問とかなさそうだったぞ。50代までならロード・オブ・ザ・リングやドラクエの世界観は大抵知ってるはず。勤労枠からの勤労の直後に放送の勝利よね。流れで見てる人めちゃくちゃ多いやろな。そして風呂が遅れる。バトルシーンがモルトラックされてるけど、基本的にロードムービー的なお話だから勤労との親和性が良い。まあどの年齢層や性別に関係なく見てても惹かれないぐらいにはその枠に入ったと思う。ジブリ見ている民は普通に受け入れられるよね。最近はむしろジブリ過去の名作以外が一般枠じゃなくなってきた気がするな。鬼滅よりというか、若者よりむしろおっさんおばさんに刺さるテーマだとおっさんは思いますよ。二度と会えない人を回想や当時を知る者の中に見出すという点は、夏目友人帳好きな人とは相性良さそう。自分とこの地方ラジオでアナウンサーがちらっと名前出してたから入ってる可能性はある。放送できてる時点で一般向けなのよ。コナンレベルの一般枠になったとは全く思わんけど、一般枠にしようみたいな思惑は感じる。一時のスパイファミリーみたいな。最低でもドラクエプライは知ってて、典型的な勇者像みたいなものを読者側が持ってることが前提だと思う。そのくらいのふわっとした認識でいいなら、今の日本の中年世代までならほぼ持ってそう。言ってる通り、ちょっとオタク寄りじゃねって思ったけど、改めて考え直すとオタクすぎる要素あまり思いつかないな。魔王と勇者なんて誰でも知ってるし、ミミックなんて一目見りゃどういう生物か予想つくし、今の親世代とかむしろリアタイでドラクエ3とか4やってた世代だから、ファンタジー系の世界観には馴染みあるよ。フリーレンもフェルンも服装や言動に性的差がないし、ヒンメルやシュタルクとの関係も清純だから広い層が見やすいアニメだと思う。そうかも、そうかな。アウラの服装を冷静に見る。一般アニメの悪女がセクシーな格好してる例なんていくつもあるでしょ。藤子ちゃんとか朝の番組でフリーレンチャレンジとかやって宝箱開ける企画してたので、だいぶ広まってるんでは。陽キャっぽい人と話した時に、呪術廻戦、スパイファミリー、推しの子あたりは知っていたけどフリーレンは知らんかったわ。一人で判断するのはあれだけど、まだそこまでじゃない気がする。ワンピとかコナンにはさすがに並ばないけど、完全オタク向けかと言われたらそうでもないと思う。一般向けでもないと思うけどね。ハマる人にはハマる作品。